皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も北海道は札幌市にあります。STV ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。あのまあメールを毎回ね、お待ちしてますが。一応メールアドレス。なあ。これ、まあ本来毎週言わなきゃならないらしいんだけど、 とりあえずですよ。r ア d i o m a c m a c c o m r a d i o m a c m ドッ c o m こちらの方へメールをいただければありがたいなと思いますが、まずはこれは、茨城県57歳男子立像君からのメールです。シャオさん、お体の調子はいかがですか 私には高校時代一緒に発球を追った40年代の親友がいます。その友人とは高校時代から多い時には年4回チャさんのコンサートへ通ってました。今年の秋のコンサートもとても楽しみにしてましたが残念ながら中止となりました。そこでコンサートの代わりに先日二人で カラオケに行き、チャウさんの曲2を歌う、二人のコンサートを開きました。明日のために、途上、雪化粧、友よ、今日は終わらない、など、懐かしい曲から最新の曲まで熱唱しましたが、最後はやはり二人で、大空と大地の中でを合唱して、二人のコンサートを締めくくりました。また、 シアさんのコンサートで、シアさんとファンの皆さんで一体となり、オーダーと第イツの中でを大合唱したいと思います。来年のコンサート、楽しみにしています。ね、実を、そうか、これ男同士だよな。カラオケに行くってのもね、なかなか味わいがあっていいもんだよな。しかも57か、 ということは、あれか俺と、一回り近く、違うわけだな。俺もよ、立像、考えたらよ、今年69になるのかびっくりしちゃったよ、自分の歳を、まあ、考えてみたらな。そうやって考えたらさ、ああ、この、まあ、60代、70代のね、おじいちゃん、おばあちゃんが、いろんな事件に巻き込まれたりさ、 交通事故でどうのこうとか、あと運転しててな、ブレーキとアクセルを間違ってとかよ。いやー、あの、もうわかります。自分でも。ああ、そうだな。普段、そう、若い時はな、絶対そのブレーキと、なアクセルなんか間違えるはずないんだけどさ、あ,あそういうことを間違えたり、前進するはずなのに、ギアがバックに入っててな、 踏んだら、おおみたいなだけ、ドキッとするわ、そういうことも結構あったりなんかしますが、皆さんもどうか車の運転、特にこの時期はですね、路面がどういう状態になってるかが、うん、特に暗がりになるとわかりませんのでね、気をつけて安全運転していただきたいなとは思いますが。さて、まあ、今週というか先週ですね、 やっぱり、まあ、まあ、国民民主党の玉木代表の謝罪から始まりましたからね。まあ、玉木も、なあ、それどころではなかったんだろうと思うけどなも。もう、どうせ就華人出るならな、<laughs> 早いうちに謝っといた方がいいな、みたいな感じだけどね。まあ、政治とプライベートはな、別だ、別だ。 とはいえな、政治家たるもの、不正な行為、不倫などはやってはいけないってな、自分で、えー、言ってたわけだからな、そこはまた十分反省してもらいたいし、また一つの党を代表する者としてな、責任十分あるんではないかなと思うしな、なんせ玉木が、 えー、香川県の、うん、あれはね、えー、ニかなな、そっから、うん、彼は衆議院議員として、一回落選して、そして、まあ、二度目の挑戦で、まあ、俺たちも応援に行ってな、で、頑張って、当選してもらって、うーん、玉木とは、よく、うん 出会っては、まあ、いろんな政治の話なんかしてな。特に印象に残るのは、もう何年前かな。安倍晋三な、まあ、元総理な、ご健在な頃ですよ。結婚式で、え、まあ、安倍さんと俺が、こんな席が隣みたいな。 状態やってたんだよ。ほいで、うん、安倍さん、ね、まあ、総理、ちょっと <laughs>、紹介したやついますから、つって、玉木、ちょっと来い。ね総理、こいつ、玉木って言って、まあ、民主党から出てるやつですけど、まあ、本来は、まあ、自民党に、っていうか、政権の方に憧れてる、まあ、保守系の、 やつですけど、これからも、かわいがってやってください。みたいなそういう挨拶までね、さしてやってですよ。たまき。そしてお前、配偶者工場。なあ、いわゆる非課税にする収入を、103万円以下から、178万円以下まで、なあ、あげよう。 っていうね、そういう政策を推し進めるんだって言って、いい感じで来ててで,ですね、それで、まあ、不倫だったもんで、まあ、謝罪といえば謝罪という形になってしまったけど、あの、も俺もその配偶者工場に関しては、上げていくっていうのは、まあ必然的なことだろう。世の中はどん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 な、 まあ物価も上がるし、地価も上がるし、皆さんの賃金も上がっていく。その中で、配偶者工場の分だけがな、ずっとそのまんまっていうのもおかしいから、まあ178万になるのかどうかわかんないけど、上げることは、まあ上げてもらいたいっていう形でね。うん、ここまではね、まあすごい順調だったんだけど、その、まあ玉木の不倫もあったんだけど、 それより俺はね、昨日、土曜日かな。まあ、テレビでな、見てたら、国民民主党の政調会長をやってる、古川元久っていうね、衆議院議員がいるんだけど、古川これ名古屋の方から、まあ、愛知県から出てんだけど、これも、1996年、な、今から、え 二十うん、八年前かねこれも、まあ、民主党から出るときに、私は名古屋の知り合いに頼まれてね、応援しに行っただけどよ。なあ、古川、頑張れ。なあ、確かに、状況としては厳しいだろうけど、なんとかして、潜り込め。みたいなね。その、古川が今、国民民主党の政調会長をやってんだよな。 彼が昨日、まあインタビュー受けてて、まあその103万から178万円上げていく。ほんで、聞く方はですね、インタビューする方は、あの、そうなると、な、配偶者工場が、非課税の部分が103から178万まで上がるということは、社会保険、 に、まあ入会していただいて、えー、そっちの方も払うような形になっていくんですけど、っていう話になった時に、古川が何て答えたかって言ったら、いや、それはわかんないよ。それは俺たち、全然、あそれはもう、与党の方が決める話で、我々には関係ない話ですよ。なあ、うん、責任もないですよ、我々には。 って答えてんだよ。俺はびっくらこいてさ、お前ね、なあその国民民主党がですよ、1 0万から178万円、ああいいこと言うな、いい政策言うな、これ与党は持ち帰ってかい、なあ、どんな答えを出すんだろう、っていう時にですよ、なあ、社会保険に関してはね、俺たち関係ないもん。 奴らは決めることだから、えー、我々には責任ありません。お前、癒しくも国会議員だろ。なあ。しかも今、一生懸命進めてる、この良い政策というのは、お前たちの党が出した、な政策だろう。それに対して関係ないだとか、責任ないもんとか。 そんな言葉をどうして吐けるんだまあ私はね、久しぶりにその怒りを感じましたね。この頃怒ることほん,ほんとないんだもん。うちのマネージャーの井上玄にしても、亀井耕也にしても、まあ、まあ毎日ブラブラしてるこんな俺を、まあ支えてくれて、ん <laughs>、ああ、 昼飯や晩飯まで作ってくれたり、こんないいマネージャーいないな。彼らは怒ってたこともない。なあ。ただ、怒るのは自分に対して、なんでお前、なあ、手術したぐらいでね、うん、早く復帰できないんだ。そういうイライラがあるぐらいで、国民民主党の政調会長をやってる。 古川君もっとしっかり考えてくれよ。本当にその与党と野党の違い、うーん、まあ、各政党、それぞれの違いもあったりなんかするんだけど、選挙の時には、なるほど、まあ、素晴らしいことがなあ,あれもやります、これもやります、とかな。 まあ、自民、ええー、以外だな。消費税は下げますとかな。消費税はなくします。なあ。散々、国民の前で訴えといてな。いざ、国会が開いたら、消費税の書の字も出てこないしよ。まあ、出てきたのは、この配偶者工場のね、金額の、 問題でな。だから余計にその、うーん、玉木には、やっぱり頑張ってもらいたいっていうな、気持ちもあるしさ。そら、不倫は良くないですよ。なあ、女房子供を持つ我が身としてもね、良くないなと思いながらね、好きになっちゃうんだもん。なあ、ここが難しいところだな。 これ不倫とはよく言ったもんでな。要はさ、これ仕事か、仕事とかそういうのと違って、恋愛感情好き嫌い愛する恋する要は、自分の、うん、心の中にあるな、理性とか、倫理道徳がわからなくなってしまう。だから不倫なんだよ。 なあ、私も玉木も、なあ、そ、その時、一時、また、何時かわからないけど、倫理道徳が分からなくなるぐらい、その相手のやつがいい女だな。綺麗なやつだな。可愛いやつだな。なあ、そういう風になるわけでね。まあ、ラジオからね、 皆さんにこんなことを伝えるのは、なんですがね。まあ、不倫に、に関してはね、要は問題は、本人と、うん、まあ、女房、子供と、相手の女性とと、あ、単なる、本当に単なるつっ,っちゃいけないけど、プライベートな問題であって、まあ、みんながな、いや、それはまあ なあ、女の方が悪いよとかね。いや、そらお前女房の方が悪いだろ。うとかなあ。玉木、そらお前やっちゃダメだよ、お前。ねえ。っていう話はないんだよなやっぱ一番辛いのは、その玉木の立場だよ。なあ、俺の立場だよ。それ十分よくね、分かってたりなんかするんだけどなしかしながら、プライベートはプライベートで、 まあ、その、うん、公職というかな、国会議員についてたら、なかなか、それをす、住み分けしろっていうのは、難しい話かもしれないけど、しかしながら、なあ、我々、我々って言っちゃいかんな、玉木で、もっと謙虚に、素直に、頑張ってくれよ。テレサテン償い。 まあ自民党総裁、内閣総理大臣である石破さんが、まあ今は、なあペルーの方へ行ったり、南米へ回って、えー、それから本来だったら、トランプさんに、うん、ぜひとも、なあ、次の大統領が決定したわけだから、お会いしたいってなラブコールを送ってたんだけど、 ああ、就任前には、うん、他の国の誰とも会う気はないと言ってね、丁寧にお断りさせられて、いや、それはそうだと思いますよ。まあ、こっちは、あれだろう、行ったついでによりますからって話だろ。そら、トランプさんもなあの、気持ちのいいもんじゃないと思いますよ。最初からな、アメリカ行きますから。 会っていただけませんかって言って、行くんだったら、うーん、どうしようかなって思うかもしれないけどね。南米行ってますんで、ちょうど帰りに、ちょっと寄りますから、お話できませんかではね。なかなかなあ認めてもらえないとは思うけどね。こういう時ってあれだよな外務省の連中はもう必死だよなやっぱり、 まあ、両方とも立てなきゃいけないからな。そうやって考えたら、まあ、石破政権の閣僚が発表され、副大臣が発表され、政務官が発表され。なあ,あ、そうやって考えたらお前、内閣の人数、とっても多い,いぞ。なあ、しかも今回、自民党が、なあ、まあ、公明党も、だけど、減ったからな そしたら、内閣に関わってる連中が、党の中でね、あ、こいつも、こいつも、みたいなね、感じになってくるんだけどな。まあ、ぜひとも、いい内閣でね、いい仕事をしてもらいたいな、と思いますけどね。さて、まあ、今、我々はね、え11月17日の日曜日、な、これ、生で放送させていただいてんだけど、 あくまでも、埼玉大宮のナックファイブと STB ラジオ。な、この2曲が生で、各曲さんは、やや1週間遅れ、ね、近い放送になってるんですけどね。今日17日、まあ、誕生日のやつがおりますから。そりゃいるわな。もう、日本中に何人いるかね。何千人何万人といるかもしれませんが、 私たちが選んだのは、えぇ、ー、Tokyo の、おぉ、城島、な、あぁ、しげ、うん名前はかっこいいね。シゲルとか言っちゃってね。シゲルってたらやっぱり吉田シゲルさん思い出すよな。それでつけたわけではないと思うんだけどね。城島くんおめでとう。ね。えー、54歳。ということでね。t o k ジ o は城島と松岡と国文か。 ねほんで、長瀬と山口が、えー、まあ、やめてしまった。いなくなってるという状況だけどね。まあ、その、誕生日だしな。ね t o k i o の曲をおかけします。t o k i o 空船。まあ、全国各地。なあ、明日ぐらいからどんどん気温が下がっていくみたいな状況なんだけど。 やっぱり北海道もおかしいもんな。もう11月のこんな時期になってな。まあ明日から雪がどうやら降ってくるらしいけどな。今月のあれは7日か。もう吹雪でな。いや、今年は一体どんな冬になるんだろうと思ったらな。その後ずっと晴れててさ、雪も溶けちゃってさ。で、まあ、えー、今週か明日から。 雪の日が続いていくっていう話だけどな。そんな中私はテレビでね、うん、ゴルフの男子ゴルフな、ダンロップフェニックスの最終日を見てましてね。あの、宮崎フェニックスカントリークラブで行っていたね。まあ優勝したのはそのアメリカのね、マックス・マクグリービー。 言いづらいんだな、この名前がね、が優勝したんですけどね。まあ2位に松山秀樹たちがね、あの、3人かな、並んで2位タイになったんだけどね。結構面白く、あれな、やっぱゴルフ場が面白いゴルフ場だとな、まあ、見てても、なあ、俺ももう、えー、こんな歳になっ ちゃったからさもう、ゴルフゴルフっていう毎日はもう、亡くなっちゃったんだ。もう、ここ2年ぐらい、ちゃんと行ってないんじゃないかな。行ったとしても、マネージャーの玄藤荒野だからな。これ腕が上がるわけがないよな。ねえ。あれ、ゴルフってね下手なやつと回ると、下手に寄っていくんだな。 これ、うまいやつばあればな、そのうまいやつにくっついていこうっていうね、上がっていくんだけどな。なそれはどう思んだけど、やっぱ本当に、まあ、我が小樽カントリークラブもね、そうなんだけど、やっぱりゴルフ場が、その、いいゴルファーを育ててくれる。うそういうのを感じた、ね宮崎フェニックスカントリークラブだったな。まあ、我々も何回も、 やったこともあるけどな。まずはその、距離が出ないと、どうしようもない。なあで、両サイドが、この松林っていうかな。そういう中でね、もう、我々な、アマチュアだったらだと、必ず何回か、あの松林に突っ込んで、えー、どこへ出そうとかな、どうやって出そうみたいな状況なんだけどな。その点やっぱりプロはちゃんと、 まあ、フェアウェイにおいてな。まあ、いい、まあ、ゲームといえば、ゲームをしてたな、とは、思いますけどね。全然関係なかったんですけど、誕生日ですよね。あのー、トキオのジョージマーも、そうですけど、えー、ケミストリー、なあ、ドーチン・ヨ、うん、彼も、まあ、誕生日ということで、46、 若いよな今から考えたら46って言ったらさ、いや本当に俺もうバリバリでゴルフやってた頃だもん。もう絶対クラブチャンピオンになるぞ。なあ、その頃ですからね。まあ、ドーチンくん、おめでとう。ということでね、ケミストリーは Peace of a Dream。さて、 これは皆さんからのメールです。京都の陽子。今週も穏やかにお過ごしでしたでしょうかいや、穏やかにお過ごしとかそういう、うな、雰囲気ではなかったけど、まあ、毎日なんとか暮らしてた。ラジオからの千春さんのお声を楽しみに毎週拝聴しております。ありがとう。さて、今映画、室井真二 生き続けるものを見た帰りです。最後に流れてきたイントロで、あっとなり、涙が流れました。ありがとうございます。うんと、こういうね、メールなんだけどね。これ、柳葉の映画だろこれ、ナオッキー。君からのメールね。えー、15日に、映画、室井真二後編。 を見に行きました。見ていると、チアルさんの匂いを音に感じました。今週の、うん、コンサート、全面休止にはなりましたが、この劇場でチアルさんのライブコンサートが味わえました。ネタバレになったら申し訳ありませんが、劇中、そしてエンディングにチアルさんの曲が流れたんです。ストーリー、そして映像にマッチング、 絶妙でした。なあ、なおっきい。あのー、柳葉の破れざる者と生き続ける者。まあ、全編後編のような状態になってるらしいんだけど、うちの、うん、東京事務所のね、まあ、一番美人だと言われてる若松、若松ルミ子、ね、 えー、若松は見に行って、で、最後、号泣してしまいました。とか言ってな。えそんな、映画なわけうん、柳葉だろねえ。えー、それはもうぜひ、俺もね、見に行かなきゃ、なんないな。みたいな、話をしてね。若松が号泣だからさ、どんな顔になってしまったのかがさ、<laughs> で、わかるような気もするんだけどさ、あれ、女子ってよ、意外と化粧してるべ。なあ。そこに涙が出てきたら、あの辺のものが取れてくるんだべ。すごいものになるんだろうな。<laughs> ねなんせ、うちのルミ子ちゃんもね、うちの事務所に来てから、もう30年以上。 立つからなあ,あいつぐらいだよ、毎回毎回、社長社長って呼んでくるのはね。もう、ゲンはあれですね、マネージャーは俺のことは本人本人なあ。いや、確かに本人だ。俺が本人なんだ。<laughs> みたいだな。こうやは俺のことなんて呼んでたおいとか、お前とか。え違ったなあ。 うや意外と冷たくて、俺のことをあんまり呼んだことないんじゃないか。な、な、ほんにそうだよな。ゲンとはね、おい、ゲあ、本人、何ですかみたいなね。そういうやりとりなんだけど、うやとは、おい、こうや何々してくれって言っても、こいつは愛想悪いからさ、ブスーッとした顔してさ、誰に似たんだかわかんないけどさ、 親父に出ないことは確かだな。親父はもっと、もう、腰の低いな。ひょっとしたら腰がないんじゃないかっていうぐらいでね、もう、いつも、な、笑顔で喋ってくる。まあ、喋り出したら止まらないっていうな、タイプの親父だからな。息子にしてはね、ブツーッとしてね、楽しんだが、ねえ、何怒ってんだろう、みたいなね。ゲンええ、こうやなんか今日、 体調でも悪いのかとかね。あいつ、尿ごとなんかあったのかなああ。考えるに。おい、そろそろ子供作ろうか。あんた今頃何言ってんのもう私もこんな歳だよ。そんなことやってられないよ。そうやって喧嘩したのかなみたいなね。なあ、こうや。頑張るんですよ、お前んとこも。え <laughs>、やっぱり、お前なんと言ってもさ。 この人口が減少していってるってこの事実があるわけだからさ、お前たちみたいにまだ若い。なお前玄のとこをな、これから頑張れって言ってもお前、無理なんだから。ってかちゃんは管理を越したんだぞそれをしたいって考えたら、こうや、まだまだ。なあ。俺も、玄の方、だな。もう、 そういうことはいや、ここでもし子供産んだら、いや、産んだらってな、産ませたら、ああ、確かにその子が、なあ、二十歳になるときには俺が90になるんだからなあ。ああ、いけません、いけません、妄想は。 さて、このメールは、東京都、マサる、君からのメールです。千春さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。早速ですが、先週、サダンオールスターズ、桑田さんのラジオのラストナンバーで、大空と大地の中でが流れてました。桑田さんが、松山千春ちゃんって呼んでましたよ。お二人の、 エピソードなどは何かありますでしょうかなあ。サダンのクワタだろうそらあのー、まあ、デビューっていうかな俺の方がデビュー早いんだけど、それはあれだろうええー、まあ、昭和30年だけど、クワタは三十昭和31年の早生まれかななあ、 ということもあって、まあ、年が大体一緒だからな。デビューした時から、ああよく、まあ、あったかな、あちこちでなあ。あとは、ザ・ベストテンっていう番組でな。ああ、奴らは勝手に死んどばっとか。まあ、俺は何だったんだべ。来てその中でかな。なあ、そういうこともあってな。 あと二人でね、野球かなんかを、それも日本じゃなくな、ロスで、ああ今ちょっとかっこよくロスって言ってしまったけどな、なロサンジルスで、な、なんか見たような気がすんだよ。ねえ、その時、ああ桑田が、うん、うんちやる。もしこれがステージだったら、全然違う状態だろうな、 なあ、俺は多分、なあ、ノリノリで、まあ、ステージやると思うけど、チアの場合は、バラードとか、そういうのが多いし、みたいだな、そんなこと言ったりするような関係でな。うん、まあ、それから、お互い四十何年、なあ、まあ、本当によく、頑張って、きたなと、 思うしな。あと、やっぱりクワタが作る楽曲は、俺とまた全然違う楽曲だしな。んで、奴の場合は、あの、つくづくいいなと思うのは、誰でも口ずさめる曲、メロディーになってんじゃん。俺の場合はちょっと難しいもんな。なあ 口ずさんで明日のためにだとかね、炎だとかな、歌えない曲だからな、うん、そういう違いはあるけど、うん、そういう意味では音楽的に尊敬してる一人ですね。じゃあそういうこともあって、今回の、うん、最後の曲は、桑田圭介で行こうか。ね本当は違う曲だったんだけどさ、 こういうメールが来ちゃったもんでさ。ねえ、これはもう絶対最後は桑田にしなきゃいけないなと思ったら皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また来週この時間にこの番組でお会いできればと思います。桑田圭介、白い恋人たち。